俺のターン、ドラえもん。悪いが、今回のデュエルもサレンダーさせてもらうぜ。死者蘇生、死者蘇生、キッチンデュエリスト再び召喚。また会ったな、相棒。あまりにも久しぶりなんで忘れちまったか。俺だよ、俺、勢いだけのキッチンデュエリスト、モンジュだよ。それじゃあ腹ペコの相棒たち、熱々のデュエリストジョーク、まずは1000ポイントから。この前アンズと一緒にお菓子作りをしたんだ。アンズはうまく作っていたが、俺の菓子はどこか物足りない、いまいちの出来だった。そう、入れ忘れていたんだ。武藤だけに砂糖をね、相棒。面白くなかったか。それじゃあ次は熱々のデュエリストジョーク、2000ポイントだ。この間学校で体育祭があったんだ。いろんな種目に出場したが、どれも惨敗だった。だがそんな俺でも唯一勝利できた競技がある。綱引きだ。なぜ勝利できたかって、それはカードと同じ引きが強いからな。バイボーイ。どうした、ベノムデッキ見るような目で俺のこと見やがって。それじゃあ最後に熱々のデュエリストジョーク、3000ポイントだ。この間街でチンピラに絡まれたんだ。ブラックマジシャンガールのシークレットレアをカツアゲされたんで断ったら、容赦のない拳が俺の顔面めがけて飛んできやがった。だが見事にクリーンヒットしたはずの顔面は痛むどころかノーダメージ。まさかと思ってよく見たら、代わりにそばで横たわってたよ。もじゃもじゃとした茶色い悪魔がね、クリボー。俺のターン、ドロー。こだわり酒場のレモンサワーを召喚。こだわりのデュエリストジョークをたしなんだ後にはぴったりのサワーだぜ。さあデュエルを続けようかと言っても、なんか知らない間に出来上がってたんで、こいつが何なのかいまいちよく分かってないが、とりあえず食ってみるぜ。いざデュエル。食ってみてもなんだかよくわからないぜ。だがこのカリカリとした食感、そしてクリボー色に揚がったこの衣らしきもの、俺の推測が正しければ、おそらくこれは揚げ物だ。それも肉の、鶏の唐揚げか。いや違う、鶏肉を揚げたにしちゃ食感がまるで違う。そうなるとやはりクリボーか。その可能性は考えたくないが、このビジュアル、見れば見るほどクリボーに見えて仕方がないぜ。お前なのか、クリボー、答えてくれ。結局何の唐揚げなのかわからないままだったが、唐揚げにしちゃいまいちパンチに欠ける豚からだったな。俺からしたらまだ地味すぎるぜ。もっと下味にニンニク効かすとかさ。ということで、冗談じゃなくダメージはこれで限界。これ以上一口でも食らったらクリクリになっちまうって、体全体が悲鳴を上げているのがわかるぜ。悪いが、今度こそ本当にサレンダーさせてもらうぜ。